南さん、はい、順なんですけれども、右サイドに今配置されてますよね、はいはい、まあ、あれはバルセロナで言ったらメッシのように中に入っていって左足でシュート、はいはい、ー、うん、そういうものをイメージして右サイドに配置してると思いますよね。まさにシュートを放ってコーナーキック、巻いてくるボール直接入った、ースーパーゴールは鈴木純やりました。福岡の一球三、まさに頭脳プレー、頭を使ったシュート、あえてここは偶然ではない、狙ったシュートとお伝えしておきましょう。鈴木純本当に鈴木純自体がですね、途中から入ってきてから常にゴールを意識してましたからね。